はいどうもキカです。今回はですねちょっと軽くアイマスの雑談をしていきたいと思います。本当は生放送でねやりたかったんですけども、最近ちょっと私のね調子が不安定、いい時もあれば悪い時もあるみたいな感じなんで、それでまあこのタイトル通りねこのタイトル見てわかると思うんですけど、まあ旬のネタというかそう、時間が経っちゃったらさ、ね、このプロミ当たった外れたの話もうどうでもよくなっちゃうじゃないですか。なんでなんか生放送なかなかねできるタイミングがないんで、もう動画にしちゃおうかなと思って今撮っております。ただ別にそんなね心配することじゃないです、全然。ただなんか1時間2時間、なんかずーっとね一人で喋ってるのが若干辛いかなぐらいな感じなんで、そんなに心配するようなあれではないので、ご心配なきようということで、そうしたらねちょっと本題行きたいと思うんですが、まあそうですね、プロデューサーミーティングの CD 選考ですよね。いやー行きたいですよね。そんでね、私今回こちらの抽選外れてしまいました。うーんE+のバカということで、ちょっとまああと1番しか残ってないのないのかな、多分ちょっと厳しいんですけどね。まあでも私その結構ねライブでもまあいいかなぐらいな、特にねまあ自分が見れなくてもまあガールズが普通にライブやってくれれば それが嬉しいですし、あとはまああとはそのね人混みもそこそこ苦手、そこそこっていうかかなりかな苦手な部類とかもありますし、あともねもうおっさんなんでね、辛い部分もある。体力的にね10周年の時俺結構リアルにフラッとしたんで、あやばと思って、だからまあそう涼しいね映画館でゆったり見るのも俺は好きなんで、で今回はねちょっとまあそのね、まあ、プロライブビューアー、確かアイマスは7周年セブンスの時からライブビュー始まったと思うんです、俺のあれの記憶では。でほぼほぼずっとライブビューで見てたんですよ。現地もまあちょこちょこは行きましたけど、ライブビューの方がはるかに多かったんで、まあ、そんなこのプロライブビューアーの私口が、まあ、ライブビューのねちょっと良さを語っていきたいと思います。ただやっぱ俺はそういう風に特殊なんで、人混み嫌いとか、まあ、そのライブやる体力がないとか氷やる体力がないっていう特殊なんで、普通の人は絶対現地がいいっすよ。それはね最前もう前提として話します。だからまあ、ね、ちょっと現地外れちゃってライブ迷ってるよとかいう方向けとかですかね今回。だからね現地のチケットを取れるのであれば全力で取りに行った方が、全然お祭りのお祭り騒ぎ最高ですし、やっぱ生は違いますよ、それは間違いないという前提でこれから話します。それまあライブの良さなんですけどもね、やっぱりまあ映画館でね映像が見やすい、表情が見やすかったり、ガールズの皆さんもね結構カメラアピールとかもしてくれるんで、いや本当見ててもうそれだけで楽しいし、それに、まあ、気楽に見れるっていう部分もありますよね。だから逆に現地行くのはちょっとまだ戸惑いがあるって方は、ライブビューイングに行ってちょっと雰囲気をね見てみたりするのもいいかと思います。まあ、やっぱ最初はねちょっと怖いなみたいなあるかもしれないんですけども、まあ、サイリウムとかなかったり、まあ、コールがわからなかったり、全然 ね気にすることが全くないですよ。本当にサイリウムなかったら本当に隣の人が貸してくれる時とかもありますし、コールだってね俺もぶっちゃけ全部が全部のコールを覚えてるわけじゃないんで、アイマスの曲なんていくつあるんだよってね感じなので、だからコールだって別に、わかんなくたっていいんですよ、本当に。なんか、それでなんか、言われるのかなとか、なんか心配あるかもしれないんですけども、結構、昔のプロデューサーさんですかね。
結構多分7周年より以前のプロデューサーの皆さんは7周年の時にあれアニメのアニマスですね、アニマスの後のライブですごい、まあ、新規の方がすごいたくさん来たんですよ。それでやっぱりもうやっぱりコールわからない人やっぱ多いじゃないですか、新規の方で。でもそれってあのコールわかんなくても来てくれたとか、まあ、コールわかんない人ってことは新しい人たちってことで、それは逆に新しい人たちが来てくれたってことは嬉しいことじゃないかみたいな、そういうなんか認識があるはずなんですよ。確かなんかブログかツイッターかなんかでそれが結構なんかバズったような気がするんですよね。ちょっと俺もそこの記憶が曖昧なんですけども、だからコールがわからないというのは逆にそういうなんかこうプロデューサーさんたちにね、その前のプロデューサーさんたちにとっては、あ、新しい人が来てくれてありがとうみたいなね、そういう気分になるので、だから本当にね気にすることなく普通にねもし少しでも興味があったら来ていただけたら嬉しいと思います。あとはちょっと個人的な話になるんですけども、私去年のプロデューサーミーティングの1日目ですね、ライブビューイングで、見たんですけども、しかもそこのライブビューイング結構自分が使うライブビューイングなんですけども、人があんまり集まらない、結構空席があることも多いような、結構まあね人気がないところなんですよ。それでまあコールとかもなんか、まあその回によるんですけども、なんかしてる人の方が少なかったり、まあ、みんな座って見てたりとか、本当になんかまあおとなしめのところなんですよね。それでまあプロミ1日目そこでライブビュー行ったんですけども、久々の、まあ、ナムコプロオールスターズ単独のイベントでしたし、結構やっぱり期間が空いたので、やっぱいろいろとねちょっと不安な部分もありました。本当にそれでまあライブが始まるというところで、やっぱりちょっとね席もちらほら空席があったかなと思って、やっぱまあ仕方ないかなっていう部分もありながら、そこで1曲目がチェリー、あれもやっぱり 7,8 年前のとかもっと前かなぐらいの曲じゃないですか。これはね、もともとそんなにねおとなしめの人が多いっていうかまあ回によるんですけども、なかなかねコールもそんなに揃わないというよりか、そんなする人がいないようなライブ会場だったんで、これはやっぱりそんなにねコールないかなってね思ってたんですけども、しょっぱな万歳ってね、いや、すごい大きかったっすね。結構かなりのね方がね万歳ってコール始めて、そうですね、やっぱちょっとグッとくるものがありましたね。やっぱりチェリー結構コールしかも難しいじゃないですか。 THCHRRY とかホップステップジャンプスプリング、結構ねほぼほぼね完璧だったんですよね。しかも本当に多くの人がコールしてて、まだまだねこんないるんだなってね。もちろんやっぱりこうナムコプロのオールスターズのキャストの全員が揃ったのを見たっていう感動もありましたけど、俺はあのライブ会場であそこでコールが揃ったっていうのもちょっと忘れられないかなと。だから本当になんていうんですかね、ライブ会場一つ一つその場所その場所にもある意味ドラマがあったり、それによってね本当どっちかっていうと半分は俺プロデューサーに流されたねこともありますから、本当にやっぱ同僚ってねいいなと思う。やっぱねそういう風にやっぱなんかイベントがあったら同僚が
いうところに行って一緒にねイベントを見るっていうのはそれだけでなかなかの価値があるのかなと思った次第でございますかね。あとはやっぱり有名なところで言ったら9周年の時かな、確か台風がすごくてどっかのライブ会場だったんですけども、なんか映像が途切れちゃったりしたらしいんですよ。そしたらみんなでなんかこう黒い車掌の仕業だみたいなね、そんなこと言ったり、あと高木社長そんな前に出てきたら見えませんってね、高木社長真っ黒じゃないですかだからそんな風に言ったりして、なんとかそのライブ用の会場の熱気をね冷めないようにみんなで言い合って、でやっぱりそれで全部終わった後にその劇場の支配人の人かな、なんか係員の人が大変今回申し訳ございませんでしたって謝ったところで、別に文句を言わずにみんな拍手してありがとうみたいな感じで、それでまたやってねくださいみたいな感じで、そんな風にやったっていうのは確かねあったらしいんですよ。確かなんかブログかなんかでね確か書いてあったと思うんで、だからライビュー会場一つ一つにも現地では味わえないようなドラマをねこう感じることができたりもするので、なかなかねライビューも捨てたもんじゃないよってことですかね。しかもやっぱりそれがどっちかというと演者さんというより、まあ、僕らと同じプロデューサーさん、同僚のねプロデューサーさんのおかげで得られるような感動でもあるので、やっぱりプロデューサー最高だなってね常々ねそういうことをね聞いたり自分で、体験などをすると常々思ったりするわけでございます。こんな感じかなもう喋り尽くしたかなまたね元気になったら会います雑談 やれたらやろうと思いますので、その時はどうぞ一緒に楽しく、語り合いましょうという感じで今回は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。